皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、勉強所の講師の方に行ってみようと思います。というのもですね、免許証の方針なんですけど、僕はもう免許取ってから大体2年ちょい経ってて、ちょっとこの前7月ぐらいハガキが来てたんですよね。でもなかなかですね、更新の方に行けてなくて、ちょっとね、あと更新有効期限っていうのがあって、ちょ9月17日までだったんですけど、今日は9月9日ということで、あと1週間ぐらいしかないので、ちょっと急いで行けていこうと思います。免許証のですね、更新ができずに有効期限を過ぎちゃうとですね、免許証が失効になっちゃって、期限が消えて6ヶ月以上経っちゃうとですね、もう一回ですね、教習所とかに通わないといけないみたいなので、ちょっと注意が必要みたいです。はい、これから免許証の更新の方に行ってこようと思います。先ほど少し出てきたのですが、こちらのですね、免許更新のお知らせのハガキについて少しお話します。ハガキを開くとですね、中はこんな感じになってます。免許更新のですね、できる期間なんですけど、1月17日から9月17日になってまして、2ヶ月間となってます。で、この2ヶ月間っていうのは、僕の誕生日が8月17日なんですけど、その誕生日の前後1ヶ月のですね、期間となってます。あとですね、免許更新ができる場所なんですけど、これがですね、運転免許センターまたはですね、最寄りの警察署となっているみたいです。で、免許センターだとですね、その講習受けた日にすぐも免許証、新しいやつもらえるんですけど、警察署だとですね、また後日もらうことになるみたいなので、今回はですね、免許センターに行って、講習の方を受けました。今回のですね、講習の内容の方がですね、初回更新者講習ということでして、時間の方がですね、2時間の講習でした。まあ内容としてはですね、交通安全についてのですね、お話を聞いたりという感じでした。もともとですね、僕の免許証の色がですね、緑色だったんですけど、今回の更新でですね、青色の方になりました。で、また次の更新の方がですね、3年後になるようです。あと手数料の方がですね、更新手数料2500円と、講習手数料1350円合わせて、合計3850円でした。で、今回ですね、違反はなかったので、下の方にですね、違反はないですって書かれてました。右の方にですね、受付のですね、時間の方が書かれてるんですけど、これ一つちょっと注意が必要で、受付時間っていうのが何時から何時っていう感じで書かれてると思うんですけど、これいつ行ってもですね、すぐ受けれるわけじゃなくて、講習っていうのがですね、何時間ごとっていう感じで決まってるので、その時間っていうのはですね、行かれる前にちょっと調べてから行った方がいいかなと思います。裏の方はですね、いろいろ説明だったりですね、注意事項の方がですね、書かれています。はい、ということでですね、免許センターに着いたので、これからですね、講習の方をしてこようと思います。さあ、行くぞ。はい、なんとかですね、免許の更新の終わりました。今回ですね、初めての更新だったので、講習自体はですね、2時間と結構長いものでした。なんとかですね、講習の方が完了できたので良かったです。これでやっと青色のですね、免許の方になりました。あとですね、これからも安全運転をですね、心がけてゴールド免許をですね、取れるように頑張っていこうと思います。よろしければですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。